シーン、もうちょっと耐えてくれ。頼む。あ、やばい。今日始まってから1万人以上減ってます。はい、どうも、バンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで、本編どうぞ。よし、じゃあ、始めていきましょう。シティーズスカイラインズ水没都市編ですね。結構壊滅的なんですが、前回は何をしたかっていうと、伸びない需要問題を対策しようと頑張っていて、結局問題が解決していないっていうところですかね。はい。なので、相も変わらず、需要をなんとかしようキャンペーンをやっていきたいなと思います。何が問題なんだ？まあ、一番は、この、商業施設の販売できる商品がないため、建物が放棄されましたっていうのが、一番の原因なんじゃないかなと思います。あとは、そうだね、バグってるというか、悪空間道路のせいで街の需要が全て満たされないんじゃないかっていう説もある。あるが、正直何とも言えないっていうのが本音。地下鉄のマウスじゃねえや、地下鉄の路線直さね、これ。この悪空間のせいで、ここの人の流れがダメになってるから、もうこれ十分遊んだからやめよう。よいしょ。これでなんとかなるんじゃねえかな。資金、あー、資金無限だ。あー、資金無限だ。いやー、どうするこれ。正直資金ねえからこのままやる。え、どうするこれ。資金無限切る？あ、切るか。そりゃ切るよな。そりゃ切るよな。ちょっとごめん。さすがにこれはずるかった。よし。みんな、不正はなかったな。さあ、まあ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 。まあ、まあ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 。不正なんてなかったんや。にしてもやべえな、これ。本当にまずいね。削れる予算は削っていくか。てか、下着問題のところさ、削ってもいいんじゃね？どうせ霊柩車出ねえぞ。2台しか出ねえぞ。これでいいだろ。どうせ2台しか出ないんだ。削れ。農業作れるけど作れない。お金がないから。お金がないから。これ意外と積んでるんだよな。あ、借金な。でも借金って52万あるともう無。いや、無理だわ。ごめん。全部借りてた。もうでもさ、こうなるともう、待ってみるしかない。今壊れてんって、商品問題なんだよ。商品問題。で、ここは全部、IT クラスターになってるんだよね。だから、ここで、あれ？あ、IT クラスターになってるんだよね。ここにあるオフィス区画は全部、若干の商品作ってるはずなんだよ。あれ違ったっけ？ IT クラスターって労働者。あ、違うか。あ、労働者ってちょっと作んなかったっけ？ IT クラスターって。あ、これが、俺間違ってんのか。IT クラスター全部消すか。IT クラスターを消して産業地区に産業を。産業地区に産業をキャンペーンやるか。まずは IT クラスターやめよう。で、これで産業の需要をちょっと伸ばして、で、産業の需要を隕石が吸い取ると。お、最悪。お、マジか。でも俺金ねえから直せねえぞ。参った。参った、これ。お、資金無限の手こ入れ入れないとダメなんじゃないのこれ。産業区画。結構壊れてんだよな。この産業区画壊れてる理由教えてもらいたいな。なんで放棄されたの？十分な労働者がいないため破棄されました。こっちは労働者不足なんだよな。こっちは労働者不足なんですよ。電力が供、あれ？電力が供給されないためっていうパターンもある。これだな。これだな、問題。だってさ、これ引くとさ、電力問題ないんだよ。でも、アップにすると電力問題あるんだよ、これ。なんで？ここだけ孤立してんの、電気。あー、これじゃね？これだ。これが原因なんじゃないの？電気ない問題。でも電気ないけど金ない問題もあるからな。うわ、どうすっか、どうすっか。商業の需要が一個だけあるから、商業、ここ立たん？なんか、ここにもし立ったら、ちょっと待って待って、地震やめろ。地震やめよ。地震やめよ。どこ？どこ？地震。この辺かな？やべ、わかんねえや。あ、ここだ、ここだ、ここだ。あぶねえ。まずい。なんか立て、なんか立て。いやー、移動させるのもお金足りないからな。あ、やばい。これ思ってたよりやばいぞ。
そうだな。水と電気以外全部一回下げよう。水と電気以外全部下げます。あ、これ工場はオン。で、税金をマックス。いけ高収益化だよし、これでプラスまで持ってこう。これでプラスまで持ってこう。なんとかなる、なんとかなる。なせばなるから。な、みんな頑張ろう。今だけ頑張ろう。ちょい、銃の陥没やめ。銃の陥没。なせばなる。人口がもういなくなっても知らん。なせばなるさ。収益43万、46万とか出てるぞ、それ。おし、1週間で40万だって。これ1週間で返済できるね。いやー、大丈夫、大丈夫。復活する。俺らはまだ復活するさ。なめんなよ。まだまだいけるぞ。俺に国政を任せてみねえか。すぐにこんな赤字帳消しにしてみせるぜ。ギャー税金高いよマーク。そりゃそうでしょうね。だって税金高いもん。で、風車だけ置いて復活させよう。あれ、あ、この場所。よし、くっついた。くっついた、くっついた。で、ストップ。ストップ。よーし。今回の、政策で、住民の5000人が死にました。彼らの犠牲を無駄にしないためにも、街の発展を頑張っていきましょう。彼らの犠牲は無駄じゃなかった。オッケー。ふぅ。危なかった。何事もなかったな。もうダメかと思ったもんね、さすがに。これで電気ない問題はないよな。よし、電気は復活しました。原料がごくわずかです。本当にいろいろあるな。産業施設は人が足りない、原料が足りない、電気が足りない。主に3つの原因があるな。ここに貨物空港を置くべきなんだろうな。ここに貨物空港。それさえあれば産業復活するのでは？これだけじゃ復活はしなさそうかな。多分。ってことはここに貨物空港置くか。ここに貨物空港置きます。ちょっと貨物空港代稼がせてください。すいません。市民の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。私、バンブーでございます。ありがとうございます。支持得たわ。今、支持得たわ。ものすごい支持を得た。ほら、ほら、見てくださいよ。お金がじゃんじゃん増えるね。なんでだろう。あ、また今回の政策、でかいな。人口の流出が止まらねえや。貨物空港20万か。もうちょっと耐えろ。市民、市民、もうちょっと耐えてくれ。頼む。あ、やばい。今日始まってから1万人以上減ってます。あー、あー、お願い、お願い、20万までは耐えて、市民、お願いだから。よし、よし、来た。さあ、貨物空港建てられる場所がない。あ、ここでいいか。これで、貨物空港。よし。あぶねえ。いや、道路代大丈夫なはず。あ、繋がった。いや、これまずいな。あ、いや、大丈夫か？これ大丈夫かな？政策やめ。減税政策。消費税。あ、税金を3分の1にする紙政策出すわ。29% の税率から 10% に下げた。いや、こりゃ評価が上がるでしょう。さあ、これで、これで使われなかったら地獄なんだよな。シンクホールだけやめろって。だから、なあ？さあ、街だぞ。あの、飛行機降りてこないんですけど、まだでしょうか。え？また停電？停電ありました？いや、ないと思います。嘘こいてるやつもいます。電力の充足度はもう12分だからな。てか、マイナス14万ってやばくね？何がこんなに圧迫してんの？うちの財政を。さあ、見てみましょう。これだろうな。うん。健康管理でしょ。健康管理がアホほど金かかってるんだよ。これでだって4万ぐらいでしょ？ 13 万のうちの4万、ちょっと待って。13万のうちの4万しかないの？ゴミと死体問題な気がするな。ちょっと、墓地建てすぎた説はある。もう、意地になってたしね、俺も。あ！あ、すごいことになってんな、これ！お、ごった返してる！なんだ、これは！あ、これ水レイヤー。なんだこれは大人気だ
ディズニーランドじゃん、夏休みの。すげえ、うちの町人気じゃん。まだまだ人増えるぞ。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。